はい。というわけでね、しまいたいと思います。ただいま。やっほー。もうしまうの？というわけでね、謝罪配信は、ダメということに、謝罪配信は、ダメということに、が、わかりましたので、しまいたいと思います。しまいますか？ね。わかりましたよ。あ、サラ？いるよ？サラ？うん。なんかさ、謝罪配信ダメだね、ほんとね。そうだね。うん。そしたら、家で配信しましょう、家で。お家で。いや、しません。しません、うん、サラとね、サラと電話しますんでね。というわけでちょっとね、なんでかな、ちょっと待ってね、なんでかわからないんだけど、またでもちゃんと配信はするんだけど、ちょっと待って、これ電波がおかしいからさ、しなさいよって、しなさいよって。電話の方が大事だけど、俺はね、俺正直もだからね言うけど、俺はサラとサラとユウトを愛してるから。すみません。電話で話してねって、ありがとう、うん、ありがとう。電話。うん。股間が騒いでるんでしょ。うん、股間。って言っても。股間も騒ぐわ。股間も騒ぐでしょ、こりゃ。こりゃこんな冗談も。上玉を捕まえてさ、股間が、はい、ちょっと一服して、まだいてくれてるか、あ、12名様もいらっしゃい、ありがとう、すごい、12名も来たる、すごい、すごい、12名も来たる、すごい、12名来てる、松本ちゃんなんか変わった、アイコン変わったでしょ、松本ちゃん、ずっと見てなかったんだけど。何飲んでるの？これね、ほうじ茶。自分で作ったほうじ茶。ダイソーのあれに入れてね。あれ、ちょっと待って、俺目が悪いと思う。目が悪い。あ、はい。あれ、サラ？なんでサラどこ行ったの？サラちゃん、いるよ！いるよ！サラちゃんのおっぱいは、サラちゃんのおっぱいは飲んでますよ。ジュースもね、これ、ありがとうございます。匿名ちゃんのおかげでね、俺普段の閲覧2だから。普段の閲覧2の俺が。ちなみに今、誰でも上がれるようになってますんで、少しだけどね、上がれる方はよろしくお願いします。匿名ちゃんでも、松本ちゃんでもいいしね。あとは松本ちゃんでもいいし、あと松本ちゃん上がってね。2とか見たこと、いやいや、俺2、いや、俺ね、もともと2だった。閲覧。もともと2だった。ねえ、さらね。そうだったっけな。もっといったような気がする。ちなみに、この曲知ってる人いる？あ、でもね、知ってる、このね、タバコが吸いたくなる人っておっぱいが好きなんだって。知ってた？俺、おっぱい好きだもん。あ、また歌作るよ。あ、一曲さ、ちょっと、歌おうか。サラへのラブソングがあるんだ、俺。サラへのラブソングがあるので、ちょっとじゃあ歌いたいと思いますね。はい、本当に歌いたいと思いますね。あ、そう、YouTube、あれ、また人減ってるんだけど、YouTube の登録チャンネル、登録数。チャンネル登録する。ね、そう。でもね、依存性があるよ。依存性があるよ。あ、でもこれ歌ったらさ、閲覧減るんじゃないの？絶
たったら閲覧減る。なんていう歌だっけ、ディア、ディアじゃないわ。母乳入ってたけど、タバコは好きです。私もタバコは好き。これだ。これ。歌うで。歌うよ。はーい。この世界の誰よりも愛しているよ。これ閲覧減るんじゃないの？笑顔にするラフォーエ。恥ずかしいからだよ。恥ずかしいからだ。瞳の奥、これ本当にオリジナルだからね。映り込む幸せの未来の姿。顔出して、みんな顔出してって言ってるけど、笑顔になるならどんな試練も乗り越えてく君と僕の物語。この世界の誰よりも愛しているよ。どんなことあっても笑顔にするラブフォーエバー。あれ、目が見えない。ちょっと待って、俺一応イケメンキャラで通ってるんだけど、すいませんけど、一応イケメンキャラで通ってますね。その辺よろしくお願いしますね。いろいろあるんだ。それで、はい、続き歌って。いや、これここまでしかできてないんだ。ここまでしかできてない。自分の曲発表会みたい。写真伸びてくれたね。みんなにそうにそうちゃんとかせんよ。笑顔にするよ。みんな笑顔が似合うかな。ミッキーが一番お気に入り。今日のボケも最高だね、だって。今日のボケも最高。俺のミッキー聞く？俺のミッキーね。わかった。俺のミッキーね。あ、でもこれもね。あ、俺のね、俺のオリジナル曲で一番気に入ってるやつ、これ聞かせるわ。あの、ボラギノールの歌ね。あ、違うわ。もみあげの歌っていうのを作ったんですよ。そりましょう。そらないといかつい。もみあげそびましょう。そらないといかつ。ごめんなさいね、ちょっとね。ボラギノールどういう歌だったっけ。ボラギノール、ボラギ、俺のボラギノールって曲ちょっとやってみた。あ、ジニーはボラギノール、ボラギノールザーザイ、明日は輝くシャイニングデイ。これ面白くないわ、これは。さらにね、あるよ、ディアサラダ。ミッキー、あのディアサラダって聞かせてあげよう。ミッ、そうね、ミッキー聞かせてあげましょう。ミッキー、うん、サラちゃんに求愛する歌はないの？あの、じゃあ、あの、ミッキーまで、ね、ミッキーの前に、あの、津波をちょっと、これ面白くないかもしれない、先に言うけど。歌じゃ追いつかないんだよ。あれ、ちょっと待って、これ YouTube だな。YouTube なんだよね、自分のね。風に止まぶんぶんぶん、蜂が通りすがる、あの日の株。これ滑ってるの分かったんで、ちょっと次行きます。ちょっと待ってね。あ、ちょっとね、みんな聞いてほしい。これめちゃくちゃうまいから。あ、ちょっと待って。リタサラで歌ったさ、リタサラで一緒に歌った。ちゃんと歌って。これ聞いて、これ。これ聞いて。
みゆきが笑ってるよ。ほら、みゆきが笑ってこれ聞いてほしい。これね、これ、リタサラで歌ったやつ。聞いて。これかん、あの、いいよ。あ、フレンズね。酔っ払ってます。あの、さらに酔ってます。さら歌って。一緒に歌おう。歌に。ほら、あれは二人の。じゃあちょっとね、あの、TikTok のね、TikTok のフォローもよろしくお願いしますね。こののろけ配信者目だって。はい。そう、うちは、俺はみんなに、ね、まっすぐに愛し合うラブラブな幸せを、お届けしたいのよ。これめちゃくちゃ高い。未来ちゃんいらっしゃい。未来ちゃんいらっしゃい。あ、未来さん、ありがとう。久しぶりだね。というわけでね、リタによるエレクトリカルパレードです。どうぞ。おー、やったミッキー。ちょっと待って。今の。あ、リタのエレクトリカルパレードね。これね。きたー、うん、言えてなかったね。うん、言えてない。つぶってるし。あ、ウエタム大好き。ウエタムの大好き。ウエタム可愛い。あれずれた。リタ君大丈夫って心配されてるけど。あ、登録ありがとう、松本ちゃん。てんてけてんてんてんてけてけてけてんてけ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 てんてけてんてんてんてけ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 。顔中、あの、上田の、あの、上がれる人は上がってね。ちょっとあの、一枠しかないから。こっからのピークはもう過ぎたんでね、あ、面白くないかもしれないけど、あの、よかったら YouTube から、あの、リタサラチャンネルの YouTube から見れますんで、これ、あの、よろしくお願いします。なんでイヤホン持ってないんだよ。なんかさ、0.01 とか、ウエタムさ、0.01 とか。夢に出てきそう、この歌だって。みんなの夢にお邪魔する。みんなの歌にお邪魔する。マリアンヌさんいらっしゃい。ありがとう。あの、いろんな意味で大丈夫じゃない。お茶ありがとうございます。ありがとう。てけ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 。呪われてる。ねえ、みゆき呪われるよね。みゆき大丈夫。完全にサムさん、ごっちょでごい。大丈夫。ここからのろけパレード。ゆうきゆうさん、ありがとう。ありがとうね。ありがとう、すばるちゃんだ。あの、
あげていく。だってこの歌なんなんて言われてる。甘えたまえ、払いたまえ、清めたまえ、払いたまえ、悪霊退散、悪霊退散、悪霊退散。何？アンコールだと？アンコールだと？上玉上がって。上玉がね。これあのリタリカリタリタリタリカルパレードリタリカルパレードあースモーキーさんスモーキーちゃんいらっしゃいゆっくりしちゃってくるサラですよ スモーキーさん長岡リターって、ねまあ、リタはねリタは顔はいいんだけど脳が足りないよね、うん、イヤホンある人上がってねイヤホンなくてもいいよだからイヤホンないからってこの曲が終わったと同時に枠を閉めますいいですかこれしっかり聞いてねあとリタサラチャンネルから見れますんでよろしくねそうだね、ウエタもイヤホンあっても羽織るよね。もう主はね、今頭がちょっといっちゃってるみたいだから。わっしょいわっしょいわっしょい。サラ、この曲が終わったら閉めるね。分かったよ。オッケー。うん。ここにいたか偽物って。ちょっとね、今リタのかっこいい顔を探してるんだよ。かっこいい顔。やめろってマスクなくても聞いてるわほらてんてけ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 てん鼻が減った鼻が減ったキメ顔ハンデメ食べたハンデメ食べたもうなんか肉つきすぎやぞってあみなみちゃん拍手ありがとう肉なんかない、どこについてんどこについてんの肉が俺首があるんだからねたこ焼きなんかないよありがとう、流してくれてってこれ流してよかったのねえ、よかったね、流してねこんなさ、こんなガリガリ、ガリガリなさ大福みたい。たこ焼き買いに行ってくる。またねって。未来ちゃんまたね。たこ焼き食べてってね。サラちゃんプリッとね。お尻がね。もう皆さんというわけでね、サラのハローアゲインをバックに、枠をしまいたいと思います。ありがとうございました。気の狂った配信者、今後ともよろしくお願いします。サラ歌ってね。ハローアゲインですか。インチキラッパー、インチキラッパーってなんだっけ。
ちょっと待って、じゃこれちょっと待って。ちょっと待って、インチキラッパー。あ、お寿司ありがとう。インチキラッパー。あ、あ、俺、まさか俺のファンだな。さては俺のファンだな。ラップ風に、ラップ風に声優を歌ってみたかな。多分、これかな。これかな。ちょっとこれだけ聞いて。じゃあ見た光、僕が見た希望、それは触れ合いの言葉、幸せの青いく、せうんせうんイエイ。これこれじゃないな。滑ってるよ。これかな。滑ってる。だからさっきしまっとくなかったんだよ。これじゃないな。壊れたの。壊れたの。大丈夫って心配されてるよ。てあ、ありがとうございます。マリアンヌさん、2人ともとりあえずは生きてます。2人とも生きてます。じゃあもう一曲歌いたいと思う。サラちゃんのハローアゲインがなくなってごめんね。そうね、なくなっちゃったね。それでは聞いてください。長岡リタでロード。ちょうど一年前に、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 本当だね。ちょうど一年前に、お薬必要か。ちょうど一年前に、ちょうど一年前に。一年前に何があった？ここから出るか。一年前に何やったんだよ。ちょうど一年前に、ちょうど一年前に。気の狂った定期。気の狂った配信者はこちらです。肌寒く感じるかもしれませんが、その時は耳を塞いで映像のみでお楽しみください。ケーキありがとう、みなぎちゃん。なんやかんやで感想だね。感想だね。ちょうど1年前に、ちょうど1年前に。あー、サラちゃんってありがとう、みなぎちゃん。感無量。ありがとうございました。ね、ありがとうございます。ちょうど1年前に何があったんだっていうみんなのツッコミが、俺のラップってどれだっけな。俺のラップってどれだったかな。ね。サラさんが上がってなかった。そうだね、サラちゃんの歌にそろそろしてって。ちょっと最後までやれよ。ちょっと待って、俺の自信作、俺の自信作もあったような気がするんだよな。ムーディー勝山の歌に聞こえてきた。あ、ランチパック、これね、俺頑張って歌ったんだよ。これちょっと聞いてくれる？ピーナッツ卵つまめずラムネズメンチカツおめく。この古時計、おじいさんの時計。一年前、はい、ね、ハムに唐揚げにされました。え、これね、これ無限レモンもあるんだけど、聞く？無限レモン。もういいと思う。無限レモンもあるんだ、実は。豚の唐揚げ。今日は長岡リタの学習発表会枠だね。あのね、ゆうやくんいらっしゃい、ゆっくりしてて。いらっしゃい、ゆうやくん。夢ならばどれほど良かったでしょう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 。サラどこ行った？
いるいる。いるのならばどれほど良かったでしょう。いるよ。夢ならばどれほど良かったでしょう。一生夢見てたって。どれほど良かったでしょう。夢ならばどれほど良かったでしょう。サラちゃんも大変ねって。どれほど大変ですよ。良かったでしょう。夢ならばどれほど良かったでしょう。夢ならばどれほど良かったでしょう。夢ならばどれほど目だけ見開くのやめて夢ならばどれほど良かったでしょう。夢ならばどれほど良かったでしょう。みんなのコメントがおかしい。夢ならばどれほど良かったでしょう。辛くなってきた辛くなってきたってみんな大丈夫皆さんね、皆さん優しいですね、聞いていただいて、ね、ということでね、本当に皆さん優しいです。人集まってきたって、集まってきたところですいませんけども、この辺でね、ちょうど赤字、ちょうど赤字になりますんでね。サラちゃんの歌はよって、みなぎちゃんが、そうなんだよ、サラの歌が見つからないんだよ見つからないはい、というわけでね、サラの歌にね、行きますね。アイス。ハローアゲインは。そう、ちょっとハローアゲインを今、聞かせたいんだ、皆さん。これマジでね、サラのね、ハローアゲインはうまい。本当にうまい。そうだね。それは、よく歌えたと思うけど、あとは無理かな。あとは、これを、赤字なんでね、ちょうどね。ちょうど赤字なんで、これをバックに、終わりたいと思います。ちょっと待って、ちょっとそんなに焦らせないで、ちょっとそんなに焦らせないで、やばい、このまま赤字で終わってしまいそうな気がする。あ、これマジうまいから聞いて。いや、この枠でしまうので、ちょっと、マジで疲れてる、俺疲れてるんだよ。じゃあサラ一緒に歌って。いいよ。いつも君と見つけて何も言わず、あ、可愛くて癒される。今ちょっと癒しの時間なんだよね。ありがとう。みなみちゃん、ありがとう。はい、来てたのあれみたいに落ち着いた。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとう、みゆき。気まぐれですが、配信したいと思います。みゆき、ありがとう。で楽しかった、ありがとう。革命さん、ありがとうね。皆さん、準備よろしいですか？ありがとう、みなぎちゃん。おつりた。ありがとう。ハンデメタメタごっちょでごいっす。またね。ごっちょでごいっす。さらとこの後電話します。バイバーイ。